来たか。お菓子でも食べて一息ついたら、一皿持ってきたんだよ。これは騎士団のホフマン殿、こんな時間に何かご用かな。いえ特に用は、暇を見つけて少し酒を飲みにね。深い意味はありませんよ。おや旅人、君たちも来ていたのか。おう、今日は気分がいいからな、一杯飲みに来たんだ。ご注文は？ではダンディライオン酒をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。だ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？すまないが、財布を取ってきてもらってから注文を聞こう。じゃあ俺がおごってやろうか。いいいい、そんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。ホフマン、本当に来たな。計画通り、モンドの側門で元素の餌を使おう。やっ、ロイ、全部使ったのか？あれほどの量を。きっとここすごいことになるぞ。うわ、スライムがもう出てきた。ああ、ガイア隊長はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも苦労させられる。ああ、違う。上司をそんな風に言ってはいけないな。万が一、ガイア隊長に聞かれてもしたら。戻ってきたぞ！アップルジュース一杯！ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん！ホフマンさん！側門が大変なんです！すぐ来てください！何だと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。よくある。スライムは珍しくないのですが、そのスライムが今までに見たこともないような数でして。まさかアビス教団の仕業か？しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたか。あ、いや、それは。ふん、騎士団とはこんなやり方しかできないのか。アビス教団が城門まで迫ってきているというのに、酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、その前に。旅人、お前に頼みたいことがある。少し来てもらえないか。ん？し、俺の任務を知っているだろう。ディルック様が外出しないか見張っていてくれないか。側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。
邪魔者は消えたな。全て計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。か。戦いは最もたやすいことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。お腹が痛い。
ねえ、ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。アビス教団がスライムだけを送ってくるとは。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？暑い？それになんだか息も乱れてないか？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い始めてるぞ。すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？まずい、他の客に聞いてるぞ。ああ、旦那。ああ、いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。ああ、いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日、君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ、正確に言うと。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに。告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、分かっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。おお、ありがとう旦那。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。ダンディライオン酒。